田端の駅の皆さん、こんばんは。お勤めお疲れ様です。こんばんは。元気いい挨拶ですね。ありがとうございます。今日この場所で皆さんとお会いできて嬉しいです。一期一会という、そういう、明日ここへ来てもあなたと会えないかもしれない、いや、おそらく同じ時間通るかもしれない、でも今日ここであなたと会える、それが一期一会なんですよね。どうぞ皆さんと共に今日後半これからしばらくの時間、ご視聴されている方、時間を過ごしたいなと思っております。お願いいたします。田端駅北口でプロモーションになります。だいぶ寒くなってきました。体の調子は大丈夫でしょうか。イエスの下で守られますように、どうぞお祈りいただけると幸いです。風が強いですし、だいぶ寒くなってきました。またコロナウイルス第3波も流行り始めています。どうぞお気をつけいただきたいなと思います。人生は旅だと言います。旅の終着点は天国、ふるさと。あなたもその旅を一緒にしていきましょう。イエス・キリストを信じて天国へ行きましょう。
山手線っていうのは丸い緑の山手線のはずですけれど、実は山手線は品川が出発点で、そして終着点はこの田端なんですよね。反対側は山手線と京浜東北線が一緒に並行して走る。いずれにしてもこの田端というのは何か意味がありますね。で、人生っていうのも同じなんです。輪廻するんではない、人生は一度だけです。たった一度の人生、悔いのない人生を今日この田端のこの広場で一期一会と言います。あなたにキリストの愛を知ってもらいたい。ありがとう、ありがとうね。また会いましょう。今日イエス・キリストの愛を皆さんに伝えに来ました。クリスマス、キリストが2020年前にこの地上に来られたことを記念する今年も祝われるでしょう。キヨシ、クリスマス、クリスマスも近づいていますね。寒くなって、一年で一番寒い季節がこのクリスマスなのではないかな。突然寒くなるんですよね。そして空が澄み切って、空が高くて、いやー、イエス・キリストが生まれたあの夜もこんなではなかったのか。オーストリアである日、今度のクリスマスオルガンで賛美歌を弾こう、学校の校長先生が練習に来たんです、チャーチに。そうするとオルガンが壊れてる。オルガンのリードオルガンのその袋のところをネズミがかじってね、スカ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 、音が出ない、オルガンが壊れた、どうしたらいいだろう。牧師先生が来ました。先生、大丈夫ですよ。もしオルガンがダメならね、ギターがあるじゃないですか。そして昨晩実はこんな曲作ったんですよ。赤ちゃんが生まれてお見舞いに行ってくる、そしてそこで静かで清らかなその空を見て、ああ、イエス・キリストが生まれた日、夜もこんなであっただろう。そうやってそのジブジラダルというその谷で歌われた世界で初めての清しこの夜は、やがて世界に巡り巡って今世界で最も知られている愛されるクリスマスソングになっていった。なぜこの清しこの夜ができたか、それはオルガンが壊れたからです。だからギターで清しこの夜を弾いた、素敵なクリスマスだったそうです。つまり人間のマイナスがプラスに変わった
皆さん、これがクリスマスのメッセージなんです。ピンチがチャンスに変わる。コロナ禍で今経済的に大変だ、誰も彼もがそう思っています。もっと政府が助けてくれないかな、自粛ばかりではなくてね、もっと助けてほしい。しかしクリスマス、イエス・キリストの誕生、それはピンチがチャンスに変わる。皆さんの人生、イエス・キリストを信じたら、そのピンチがチャンスに変わって新たな人生を生きることができる。皆さんにその人生を伝えたいと思います。ジーザスラブスユー、クリストテアーマー、マハルカニジーザス、イエスニンタンシヌンサラハミダ、イエス愛に、イエス様はあなたを愛しています。タバタの駅の前、イエスはThank you.
西暦元年、今から2020年前、イエス・キリストはあなたを救うために、あなたを探し求めてこの地上に来られました。日本の多くの人たちがイエス・キリストと聞くと宗教とかおとぎ話だと思います。なぜでしょうか。先に新しい宗教が入っているからです。日本の最大の宗教は何でしょうか。教科書にも載っています。日本最大の宗教は進化論です。進化論は神を否定する、そのような仮説です。科学なんかではありません。教科書の中にしかありません。それが進化論です。そして進化論は、その証拠は偽造でしかないんです。皆さんご存知ですか。つまり科学でもない、今から46億年前に偶然にビッグバンからこの地球が誕生した、それは誰も見ていない、立証されてない。つまり進化論というのは宗教に過ぎない。それを教科書で教え、 NHK が教え、その結果として多くの人が迷っているのです。本当は聖書に書かれている神が人間を作り、この世界を作った。神はあなたを作り、あなたを愛して、そして今日疲れた人、重荷を負っている人、私のもとへ来なさい、私があなたを休ませてあげよう、そう語っておられます。疲れているあなたを愛しています。田畑の皆さん、こんばんは。あなたを愛しています。イエス・キリストの守り、神の愛があなたに注がれますように心から祈っています。世の光であるキリストを迎えましょう。暗闇を照らす光としてキリストは来られました。キリストは世の光、闇を照らします。あなたを照らします。尽きることを
闇を照らす光として、ジーザスは2020年前に来られました。あなたは愛されています。かけがえのない存在です。大切な存在です。尽きることのない、あなたの愛が私を包む、あふれる喜び、すべてのものがあなたを歌う、闇を消し去る命の光、すべてを捨てた愛。 Jesus loves you。 手を伸ばして、の皆さん、こんばんは。素敵なマフラーが、またマスクが似合っています。寒い中、風邪などひかれないようにお気をつけください。今年はコロナに始まり、コロナで終わるというような、まあ正直なところ、コロナっていうのは2019年12月31日中国の武漢で発見され、もう一番最後の大晦日ですよね。でその大晦日の時、皆さん何考えてました？あの日産三菱のルノーのカルロス・ゴーンが逃げたぞ、まあ、そうやってね、そこに注目している時に、対岸の火事のようにして始まったコロナウイルス、2月の11日でしょうか、 WHO がパンデミック宣言を出し、そしてやがてこれがもう日本もですね、緊急事態宣言が出され、そして、自粛宣言で、まあ、今年はですね、経済的にも打撃で、また多くの有名人も亡くなりましたね。志村けんさんや、また岡江久美子さんはじめ、いろんな人が、この数から見たら、比率から見たらそんな多くないかもしれない、でもこのコロナがやっぱり人々の心に恐怖を与え、そしてこのコロナが経済に打撃を与え、本当に大変な1年だっただろうと思います。しかしクリスマスのメッセージというのは、闇を照らす光なんです。コロナがどんなに辛くても、皆さんの経済が、皆さんの人生がどんなに辛くても、ピンチはチャンスに変わる。イエス・キリストと出会ったら、あなたの人生は大逆転します。なぜならば、神はあなたを愛しているからです。神はあなたを愛しています。神の愛を受けたら人は変わります。
書、モーセの律法を壊すために来たのではない、成就するために来た。キリストは古いものを壊すためではない、それを完成させるために来た。そしてキリストはキリストの律法というものを私たちに与え、それは互いに愛し合いなさい。神の裁きは終わった。十字架でイエスキリストを信じるだけで救われる、天国へ行ける。そしてキリストが愛してくれたように互いに愛し合う、そんな人生を一緒に歩んでいこうじゃないでしょうか。ふるさとに向かって、天国へ向かって皆さん生きていきましょう。
駅前を通行中の皆さん、こんばんは。こんばんは。皆さんとお会いできて嬉しいです。ありがとうございます。チラシ受け取ってくださり、またザ・バイブル世界最も売れている書物、ベストセラー、それが聖書です。一冊皆さんにプレゼントをします。鬼滅の刃、その漫画も面白いでしょう。ゴルゴ13も面白いでしょう。いろんなベストセラーあります。ハリーポッターもベストセラーですよね。しかし最もベストセラーはザ・バイブル、聖書なんです。皆さん、神の言葉、神のラブレター、今日皆さんにそれを受け取ってほしいな、そう思っております。今日皆さんとお会いできて嬉しいです。お仕事お疲れ様です。12月の4日金曜日、田端の駅前で約2時間ストリートライブと街頭演説をしてきました。皆さんに伝えたいメッセージは、イエス・キリストがあなたを愛している。本日この活動最後の曲になります。君は愛されるため生まれた。聴いてください。君は YouTube ライブ、また Facebook ライブの皆さんもどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。お騒がせしました。ありがとうございます。